BSAT は2018年6月30日にクルーベデフトゥボリオスベルネンセスと分離し独立企業として創設されたポルトガルリス・ボンベレンチックのスポーツクラブである。現在はプリメーラリーガに所属している。CF ベルネンセスは1999年7月1日に SAT を設立しプロサッカー部門の運営を始めた。2012年に クラブとサットは深刻な財政難に陥り、クラブはサットの51%をルイペドロ・ソアレスが率いる投資家グループに売却した。しかし、コドシティはクラブ側の契約違反の申し立てを行い取引を終了した。2017年、スポーツ仲裁裁判所は取引の終了をそのまま有効とし、クラブは サット株51%の再取得が認められなくなった。2018年7月1日、クラブはサットから分離独立し、B サットは設立され、リスボンサッカー協会に1198番目のクラブとして登録された。2019年2月、ホームスタジアムのエスタデオナショナルが一時的に使用できなくなったため、 約60キロ離れたセトゥーバルのエスタディオドボンフィムを借りてホームゲームに試合を行ったが2月4日のモレイレンセ FC 戦ではリーグ史上最少の298人の観客しか入らなかった2018年10月29日指摘財産裁判所の判決で元の名称などの使用が禁止された2019年3月11日 CF ベルネンセスと区別するために新しいエンブレムを発表した。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。